で、これが多分赤崎を出発しました。電車は12分遅れで出発します。何の国かというと、前の列車がちょっと待ってるんです。それで、この列車は、おお、浜先生だ。つまり、電車の車がこう止まったっていうから、それで多分、動けないんじゃないかな。その影響、自分がどの電車かと言いますと、これです。これが今丸指してたの、これが自分の電車です。まあ、このなぜこうなったかというと、この普通列車がね、遅れてるから、この電車も遅れてます。足上げ普通列車を抜かします。これで前の電車は何もいないので、これから飛ばしていきます。結構早いですね。六本木です。対向列車は225系の L 編成ですね。三宮で降りて、ここで一回ちょっとお別れします。この新幹線に乗って、なんでだろうか、なんでこの先ほどの快速列車を抜し、姫路に到着しました。